お疲れ様です。ユーマです。バイオハザード RE2 レオン編の裏やっていきたいと思います。難易度はスタンダード。アメリカ合衆国中西部に位置する工業都市ラークンして新人レオンランジョンでランジョンで地獄に落ちた。読めないって、あんな長い文一発で。さあ、裏編なので、表と何が違うのか変化もある程度お話をしつつやっていきたいなと思います。とりあえずトラックおじさん省略されてますね。ワーニング。この血だらけの足見て、およっ。おろ。だいぶ省略するんだね。何が起きてるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ねえ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。ああ、で、トラックおじさんが来ると。というところからレオン編はスタート。警察署の BGM だな。クレア、無事についてるといいが。ストップ。君、どっから来たの？お墓だ、多分。警察署のすぐ横、墓なんだ。それは不気味だね。あ、正門だ。すごい。俺人生で初めて裏やるからさ、知らないんだけど、チェーンカッターなんてないの？マチルダさん。おー。あ、ドヘタが突っ込んだ。どこだ？いや、ドヘタの活躍見れなかった。おーい、こいつは触れない方がいいだろう。ブルーハーブから入る。すごい不親切。あ、なるほど。ここでクレアと合流だ、おそらく。あ、チェーンカッターこんなとこにも。ということはこっちにもあるじゃないか、きっと。あ、で、チェーンカッターを取ってムービースタート。おい！クレア！なんかつくづく不思議な作りだな、バイオハザード2って。レオンを主人公にしたらこうだよ、クレアを主人公にしたらこうだよみたいなさ。レオン、私たちいつもこんな感じね。大丈夫か？あのヘリコプターが急に現れて。ええ、平気よ。やっぱイチャイチャしてる。鍵はないよな。ええ、ないわ。上登ってけ。そっちはどう？なんとかやってる。とんだ夜ね。ああ、君の兄さんは？それなんだけど。チェーンカッターがあるんだからさ、パチ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 ってさ、七八、クレアも手伝ったら本当にお互い10カットぐらいで入れるよ、なんか。早く逃げて。イライラしてきた。美男美女がイチャイチャしてイライラしてきた。ダメよ、フェンスが持たない。早く行って。生き延びよう。絶対に。
な、近いだろうで。やめろよ、お前。チェーンカッターで、レッドハーブを一瞬で組み合わせて、スルッとさらっと。で、この中に逃げ込むのかな。レオン、レオン、レオン、雨を気にするターンじゃないぜ。バチン。M19。 あと11が欲しいね。なんで M19 なんだよ。ガバメント。45個っけ。何にもないな。鍵。大型拳銃の弾。こんなのあったんだ。あ、制服だ。やっぱここの警察署の制服コスプレみてえだ。こんな形で袖を通すとは。手榴弾。うわ、黄色ダッサ。ちょっとそこはあれだよね。ねえ。え、なんだ、突然チャラいぞ、お前。マトリックスみたいな銃の構え方しだした。え、ちょっと死ぬってない、俺。セーブがない。あと。え、どっち行った？あ、戻ってた。もう、綺麗に外すよね。後ろからの声がする気が。こっちかな。いや、こっちから来たんだ。どこの鍵だ。間違えた。どこの鍵。警察署庭園の扉の鍵。庭園。いや、これ向こう側行って多分ここだろう。え、この何、ゾンビパラダイスを突破するん。わーお、なんで片手なん君。押さえてるの、お腹を。え、あと45口径でさ、しょぼいぞ。あ、すごいいる。これこの鍵かな。あ、こっちから入れるんだ、ここ。あ、もういらない。想像してた初日と違うな。わあ、やば。入ってきちゃった。うん、おおおおおあああ怖い怖い怖い。待て。初見のリアクションするな。何回も来てるはずだ、ここに。まず。ここを張っちゃうと。で、こいつ。外すな。ナイフが欲しい。このクソ野郎。このクソ野郎。いやー、撃ちづらいな。ちょっと待って、すごい。
レオンの力打ち打ちづらい、真面目に。先行もらって。全部ハンドガンの弾が45口径の弾になってんのかな。バルブ、これで何になる。シャッガンの弾。なるほど。どうしようかな。から様子をある程度伺いに行きたい。あ、でも救急スプレーを女子トイレからもらって帰ろうと思ったが、持てないんじゃないか。くそサイドバックが欲しい。あんなにたくさん持てたのに。近場のアイテムボックスが全然わかんなくなっちゃった。おや。こいつは死んだんだべか。あれ、でもヒューズがない。強いな君。オッケー。どこにどう行けばいい。あ、外から階段登って上行けるな。で、グリーンハーブも、わあ、そこで待たれると困るな。この辺、この辺、頭が見えないよ。本当にここの燃えるゾンビすごいさ、多分すごい凝ったんだろうけれど、勘弁しておくれ。見づらいったら怪しい。静かに出て、ここよし。いやはい、戻ってきた。管轄内に一旦こう入ることにより、あん、おい、外すな、マジで弾ないぞ。マチルダに変えようかな。ほら、こっちでこんな風に構えるのに、こっちになると途端に気強くなっちゃう。あと起きろお前ら。ここ開く？いや、開かないよ絶対に。いや、ちょっと待って、板なんかよりももしかしたらこれ使える。使えない、クランクだもんねここは。あー、来てる。ショットガンのカード、ちょっと待って、まず一旦観察。赤い本うんたらかんたらあるなぁ。ちょっとまずいね。やばい。なんでこいつ突然こんなチャラいんだ。来た。いや、まだ生きてんなこの形。
こいつもまだ生きてるよきっと。え、リアルにどっちからどう行くの？こっち？お、あ、な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 んだ？ここが空いているパターンを初めて見た。ちょ、一回避難。セーブポイントですよ。45口径ってそんなに強くないのかな。マグナム。あ、ヒューズだ。このヒューズで下開けられる？いやー、サイドバッグが欲しい。真面目にこの辺のリュック持ってっていいぞ。もう誰も使わないから。あれを、あ、地下駐車場かな。いや、でも鍵が必要だ。やばい、マッピングからスタートする。この単純にアクセス違うだけで全く違うゲームになっちゃうぞ。こいつをサクッと、あれ、壁のナイフ。よし、行こう。何があるぞ。あー、ちぎれてるんだ。このヒューズを使ってこちらか。マービンに会えるのかな。どのタイミングのマービンなんだろう。あ、え、お、ちょ、全然マービンじゃん。あ、あ、ねえ、やだ。全然マービンだ。どういうことになってる。そっか、裏側のレオンはもうマービンに、マービンとして挨拶もできなかったのか。そっち行く。こいつは困ったぜ。鍵が何もないぜ。あと、うわ、来てるな。ごめん、もうマービン、ちょっとごめんよ。カクカクだな、遠いと。え、あんなところにモンバさんいる。ちょっと待って、これ多分全部相手にしてたら本当に対応できない。でもこのコインは必要なのか。あ、サイドバックだ。おい、お、お、じゃないよな。待って、ここのアイテムボックス当てにしたんだぜ今俺は。あとさ、救急スプレー、あったあったあった。血一本欲しい。チェーンカッターで、あと何を切ったり抜こうか。ハーブ。いやー待って、あんまり取りすぎなくてもいいか。結局いろいろ戻ってくるでしょ。リッカーいるかな。いないよね。あ、いる。このシャーシャーはリッカーだな。え、これは困ったね。